きいのが動いてたよ。なんかびっくりした。うわー、こんな大きい石が動いちゃうんだ。あぶねー。下がった感じだったから、体重かけたらあれ倒れちゃうの。まんまと下がっちゃった。びっくりした。いますね。うん。います。ゆらゆらしますよね。あれは多分餌を食べる感じなんですけどね。結構でかいですよね。余裕で25は越してます。結構。あれ今なんか今毛針来たじゃないですか。上がってきた。25は絶対越しますよね。28あるじゃないですか、あれ。結構でかいですよね。もしくはさっきのアニキのビーズヘッドついたやつにしてみようかな。ヘッドついてるから多分沈むのは沈むと思うから。こいつだ。蚊みたいで、食ってもらいたいな。ああいう感じのやつは粘ると来るパターンなんだけどな。うん、痛まってますね。いい方。目立つやつやと。浮いてますね。ちょっと水に浸した方がいいですね。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫だ。沈む。よし。あそこの、ちょっとどれぐらいか見てみたいですね、大きさが。浮いてきたら、あくまではねえと思うけど。
すごい手前まで来ましたね。いやー食えよちゃんと。よし、下まで来たのに。たまに浮いてくるんですよね。何が来てんすよね。何来てんだろう。でかいのもらったウエストフライで、ミニが来てる。やっぱ大きい方が見やすいのかな。いやー、やけに反応良かったから、良かった。綺麗ですね。尻尾まで一回なんか、あー、なんか嬉しい、見えてんのすると。やったー。なんか嬉しさがすごい、キョロ長いけど。ちょっと痩せてるけど、なんか、源流の岩田って感じ。そうですね。もっとした、蛇みたいな。蛇みたいな、いやー、これは嬉しいわ。なんか、何を。
長いのは25、26ありますね、うん、ひょろひょろ長いっていうだけで。反応してたんですね。